この状態から膝を内側にギュッと締めていきながら、お尻も同時にキュッと力を入れてお尻を締めていきましょう。皆さんこんにちは、猫背の足と医学療法士の文江孝之です。今日も姿勢改善につながる大事なエッセンスを一つ紹介していこうと思います。以前ですね、理学療法士仲間の鈴木のしんちゃんが運営している膝痛専門 TV という YouTube チャンネルがあるんですけれども、その中で膝痛患者様向けにですね、チャップリンの姿勢を模倣したエクササイズメニューを一つ紹介させていただいたんですけれども、そのエッセンスがですね、膝痛患者様だけでなく一般の方にも非常に重要なエッセンスだなというふうに思ったので、改めてご紹介をさせていただこうと思います。ちなみにその時の映像はこちらです。しっかりと体重がかかった状態で内側効果が使えるようにしていくといいかというで、姿勢が動いた中にも体内転筋と一緒に使うという映像を上げてもらいます。よく見てこんな感じで和気あいあいと撮影をさせてもらったんですけれども、この時に提案したエクササイズに一つエッセンスを加えることで、よりターゲットになる、ね、筋肉が効果的に鍛えられるなっていうところを最近発見しましたので、一つアップデートした形でこのチャプリンの動きっていうのを用いたエクササイズメニューを今日は皆さんに紹介していこうと思います。以前の動画では足を揃えたところから、だいたい左右45度ずつ足を開いた状態から膝を軽く曲げて、膝を内側にグーって寄せるようにグーッと力を入れていきながら、同時にお尻もキュッと力を入れていくことで、お尻、下腹部、そして内転筋、太ももの内側広筋を同時に鍛えていこうというふうなエッセンスをお伝えしたんですけれども、そこからですねちょっとだけエッセンスを足していきます。ここの足を開くところまでは一緒なんですけれども、ここからですね足を片方だけ半歩前に出して、土踏まずのちょうど横っちょぐらいにですね片方の足が来るような状態にしてください。この状態で同じように膝を曲げたところからぐーっと閉じていって、お尻を同時にキュッと締めていきます。これの何が違うかっていうとですね、かかとがつけている状態だとなかなか内側に締めていく角度というか幅が狭くなってしまうんですけれども、少しずらすことによってここがね内ももがギュッと締めやすくなっていくっていうところで、内転筋と内側広筋の連動性を高めていきながら、同時にねお尻をギュッと締め上げていくっていうところで、より効果の高いプログラムになっています。でもちろんこれ片側だけ実施すると左右差ができてしまうので、必ず逆側も同時にやってください。交互にギュッとやるような形です。だいたい20秒ぐらいしっかりとキープしていただいて脱力する。で必ず1回やったら反対側に変えて、同じようにキューッと締め上げて20秒ぐらいキープしたら脱力して、反対っていう形で何度か繰り返していただくと十分効果が出ていくプログラムになっています。今日お伝えしたメニューに関しては特に道具も必要ないですし、立った状態でねすぐにできるようなワークなので、ぜひ隙間時間にちょこっとやっていただくだけでも十分効果がありますので、ぜひね皆さん取り入れていただければと思います。そしてですね、過去に私が友情出演させていただいた膝痛専門 TV の動画についても概要欄に貼り付けておきますので、合わせてチェックをしてみていただければと思います。その中ではなぜ内転筋と内側広筋、太ももの前の筋肉を同時に鍛えていくのがいいのか、つま先の角度が外に向けるといいのか、そんなのをですね簡単に紹介していますので、合わせてそちらの動画もチェックしていただければと思います。引き続き猫背のアジトでは姿勢改善に特化したエッセンス、エクササイズをお伝えしていきますので、チャンネル登録がまだの方は下の猫ちゃんマンからチャンネル登録していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。